2015年復活版を放送した24時間テレビの生放送が行われた日本武道館伊藤家の食卓は日本テレビ系列で放送されていた日本の情報バラエティ番組番組開始当初は視聴者から送られてきた家族間の出来事を家族ニュースとして紹介するトーク番組であった1998年4月21日に 大幅なリニューアルを行い、それまでは番組中に1から2個が紹介される程度であった日常で使える裏技を番組のメイン S へ今まで誰もが知らなかった不思議な現象を紹介し体験もできる大発見などのコーナーによる番組構成に変更された。これらのコーナーはすべて視聴者からの情報投稿によって作られていて以降は 毎週高視聴率を獲得した。1999年から2003年まで週間ランキングでトップになることも多くなった。最高視聴率は2001年2月6日放送の28.8%。裏技がメインだった頃のエンディングには映画大いなるセーブの BGM が使用されていた。最終回や復活特番のエンディングでも使用された。 10年目に入った2006年10月の改編で、再びリニューアルが行われた。番組タイトルロゴが変更され、番組前半は、教科書に載らない裏小を足後半は、面白、リサイクル、裏技レシピのみの構成になり、従来紹介されていた日常生活での、裏技はほとんど紹介されなくなった。その半年後、2007年春に行われた、大改編で、 同年3月13日の最終回90分スペシャルをもって10年にわたり放送された番組は終了した。番組内で紹介されてきた裏技ゲームレシピなどの情報は定期的に書籍としてレギュラー放送が終了するまで欠かさず発売されていた。2008年12月には当番組をモチーフにした任天堂 DS 用アドベンチャーゲーム。 伊藤家の裏技 DS が発売された。インターネット上では、第二位日本テレビ及びギャオにて、伊藤屋ランドという番組が設けられていた。ここでは、過去の放送で扱われた裏技のみならず、新たな裏技も配信されており、伊藤屋ランドオリジナルの新企画も行われていた。テレビでのレギュラー放送終了後も、新規に裏技を募集していた。2010年3月をもって、 伊藤屋ランドも閉鎖。2009年3月26日に、木スペにて、元祖、裏技大復活。伊藤家の食卓たまりましたよ。行天、新技未公開技今夜まとめて、大放出スペシャル。として、2年ぶりに、テレビで放送。この番組では、前述の、伊藤屋ランドで新たに投稿された裏技が、紹介された。2時間スペシャルで、 視聴率は12.0%。2015年8月23日に放送のチャリティ特番24時間テレビ38内の特番企画として復活。伊藤家の食卓未来につなぎたい裏技がテレビで6年ぶりに放送された。この企画では視聴者からレギュラー放送時に紹介した裏技の中から現在も使用している裏技を募り、 その中からいくつかを再び紹介した。その際24時間テレビのメイン会場である日本武道館のステージに番組セットを再現し、伊藤を筆頭とする伊藤やメンバー全員が出演した。ナレーターもレギュラー時代と同様にアメラン、ナンバ、イクラが担当した。あとに、同局のバラエティ番組、あのニュースで得する人損する人。 得する人損する人で裏技コーナーの類似コーナーが放送され本番組で取り上げられた裏技が同番組で取り上げられることがあった当番組では出演メンバーが家族という設定となっている詳細は以下の通り上記の家族構成についてはサザエさんが参考にされていた視聴者からの裏技を投稿者当人がホームビデオで録画したもので紹介する 他の一般人がその裏技を試す。専門家がなぜそうなるかを解説する。伊藤が NHK のドジマンの金と同じ要領で審査をする。良い裏技に関しては金3つ、微妙なものは2つ、悪いものは1つだった。ただし、食品関連の裏技に関しては、審査前に、まずゲストに試食をさせてからレギュラー全員が試食するのがお決まりとなっていた。 レギュラー時代過去のスタッフ復活スペシャル版発売元はすべて日本テレビ放送網ありがとうございます